はい、本日、女性版骨太の方針2023を決定いたしました。すべての人が生きがいを感じられ、多様性が尊重される持続的な社会の実現のため、以下3つの重点事項について取り組みを進めます。第1に、女性活躍と経済成長の好循環の実現に向けた取り組みの推進です。企業における女性雇用を加速化すべく、まずは日本を代表するプライム市場上場企業が2030年までに女性役員比率を 30% 以上とすることを目指し、2025年をめどに女性役員を1名以上選任するよう努めるとする数値目標の設定や、各企業による行動計画の策定を促進します。第2に、女性の所得向上、経済的自立に向けた取り組みの強化です。長時間労働慣行の是正など、多様で柔軟な働き方の推進、女性デジタル人材の育成など、リスキリングによる生産性の向上、地域のニーズに応じた取り組みの強化などを進めます。第3に、女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現です。先般成立した配偶者暴力防止法改正案の円滑な施行など、DV 対策や性犯罪性暴力対策の強化、事業主健診の充実など、生涯にわたる心身の健康への支援を進めてまいります。以上3点に加え、第5次男女共同参画基本計画に掲げられた女性の登用目標の達成に向け、科学技術、学術、防災など各分野における取り組みを一層加速してまいります。今回策定した女性版骨太の方針に基づき、小倉大臣を中心に各閣僚が連携をし、政府を挙げて取り組みをしっかりと進めてください。以上です。